おはようございます。はじめまして。今回、日系 YouTuber をさせていただくことになりました。グローバルビジネス学科の本松美里子です。よろしくお願いします。年は20歳で、本当は3年生の学年のはずなんですけど、高校の時アメリカに留学してたので学年は2年生になります。この YouTube のゴールとして、日本経済大学の学生以外の一般の違う学校に通う方とか、中学生、高校生、いろんな方に楽しんでもらえるような動画にしていきたいと思うので頑張ります。今日の動画は自己紹介を兼ねた学校に行くまでのルーティン動画になってるので、ちょっと今朝起きて、そうそう、で髪の毛ボサボサだし、顔もむくみまくってし、声もちょっとハスキーになってるんですけど、よろしくお願いします。寮に住んでるんですけど、学校の隣のオックスフォードハウス寮に住んでるんですけど、ちょっとこれから朝ごはんを取りに行こうと思います。なので皆さんもついてきてください。今ね、食堂に向かってるんだけど、本当は私ラグビー部入ってて、部活入ってて、はい、これがね、今日の朝ごはんです。パン、木曜日はね、パンなの。あとチーズのなんかこういうやつとサラダ、オムレツでスープで野菜ジュースです。じゃあまず適当にちょっと軽くメイクだけしていきます。イエイ。メイクが終わったので髪に、これから服着替えていきます。今日の最高気温は28度なので、ちょっと涼しめに服着ていきます。学校に行く支度ができました。イエイ。服は、はい、今日のアウトフィット、服はこんな感じです。学校に行くとき、おやつとしてプロテインとかサラダ持っていくので、今から作っていこうと思います。キャラメルコーヒー風味を作っていきます。サンプルだからちょっと味が気になります。めちゃめちゃ、イエイ。これからね、サラダ作っていくけど、本当にね、マジ適当だよ。普通にこうやってキャベツ、イオンで買ってきた。で、マヨ。大好物の玉ねぎ。たらこをまぶします。でね、解凍した冷凍エビを混ぜていきます。ということで行ってきます。ただいま登校中で、今そこに、すぐそこに学校あります。はい、はい、学校に着きました。イエーイ。これから授業です。ということで行ってきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と動画のいいね、よろしくお願いします。